はい、皆さんマイ毎度毎度簡単にね下にレイヤーを入れる下にレイヤーを入れて薄くするまあ、ウルフチョといえばウルフチョがねかさっきサイドに関しては耳の後ろバックサイドの辺り耳の上ぐらいちょっと下ぐらいでもいいんだけどそこにレイヤーを入れてヘムラインというか三つえり付近は全く切らないレイヤーを入れないワンレンのまんま、まあ、スクっ 程度じゃあ後ろはどうなんのってなるよねって今度後ろとバックサイドのつながりがね矛盾してね繋がらなくなるんだよ、まあ、さっきのねあの耳の後ろの辺りのレイヤーはまあこんな感じで入れるとでバックはバックで多分この辺まで来ると上の長さと襟足の下の長さはおおよそ決まってると思うんだよねだ自分はこの辺はダウンステム気味でねまあいろんなやり方あるけどだいたいダウンステムが多いかなそれでレイヤーを入れてって あのバックサイドのヘムラインっていうのはあまり考えない日本人の頭はね絶壁が多いから、まあ、上から見たら四角形であるとでその理論でヘムラインのヘムラインっいうのはどこの削ったら、まあ、四角形の側面だよね。 意外とねたくさんないもんでちょろっとしかないもんでだからあそこは空いてごまかすのが無難あそこまでレイヤーをどうにかしてきれいに入れようなんて考えるともう無理だよねだバックサイドはバックサイド耳から上をレイヤー後ろに関しては、まあ、襟足の毛も含めてねレイヤーを入れると。 バックサイドっていうのは鏡に平行気味に切ってね全く平行じゃないよねちょっと後ろに倒すけどほとんど平行気味に切って後ろは後ろで鏡に対して直角に対して切る鏡ね正面にある鏡に対して真後ろに引っ張って切るじゃあバックサイドと本当のバックのつながり部分どうするのっったらそこはやっぱり推いてごまかすか、まあ、45度に引っ張り出してちょっと角を取るか、まあ、適当にやってごまかすっていうの あのごまかさないと辻褄が合わなくなるからショートカットだったらそれほど問題ないんだけどねだからロングこのぐらいの長さになるとあ,あのバックとバックサイド特にヘムラインのあの三角地帯の毛どうすんのってことになるからまああそこは空いてごまかしましょうとそれが一番無難で簡単でやりやすいかな初心者の人はちょっと説明だとうまくいかないしウィッグもねえし。 科学的につながらななくはないんだけど、まあ、人間が髪の毛をカットするというその技術の限界を超えたカットになっちゃうからね見た目美しく、まあ、レイヤーっぽく軽やかになってれば OK と、まあ、そんなカットになっちゃうよねだから技術というよより、り出来上がりが良ければ、OK、だよね。まあ、こうやって言うとね、まあ、自分ができている美容師さんができていると思ってもお客さんが納得してなかったらできてないことになるからね。 いいって言われたらね、じゃあ好きゃいいんだろうってね好きまくったやつとねレイヤーを入れたやつっていうのは全くねあの見た目が違うからねあとカット技術とかカットの展開図とかそういうのばっかりこだわってるとほんに辻褄が合わなくなってきてどうしていいかわかんなくなっちゃうんだよねまあそういう時は適当ってしかないんだけどこの適当がやっぱり難しいよね。はいお疲れ様でした。